2016年の11月4日ですね。今日朝起きてちょっと、動画をですね、アップしようといろいろやってたらですね、チャンネル登録がついに4万人にいってました。いや本当に登録いただいた皆さん本当にありがとうございます。そんな一時よりはそんなにチャンネル登録が、こうぐっと伸びてこなかったんですけども、まあ、じわじわと来て、1年半2015年の4月から始めたんでちょうど1年半くらい経つんですけれども、それで4万人というね、ちょっと想像してなかったところまで来たんですけれども、なんだかんだ今年はですね、いろんなことが、まあ、私のチャンネルの中であってですね、ライブをスタートしたり、まあ、このシルビアを5年ぶりにサーキットで走らせたりですね、あとはですね、セミナーをこの間ね、板金塗装のセミナーをやってですね、多くの方に参加していただいたりと、いろんなことがあったんですけれども、まだまだね、どんな形になるかははっきりわからないんですけれども、いろいろと動画は上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。で、まあ、せっかくなんでね、来年の話をしようかなと思ってたんですけども、ちょっとね中途半端なんで、まだ決まってない部分がたくさんあるので、またその辺は、詳しくご報告したいと思います。で、年末にショボーンさんの、ショボーンの研究所のショボーンさんとルー TV のルーツさんとですね、コラボ企画というわけじゃないんですけど、まあ合同で何かねオフ会ができたらなっていうことで、忘年会みたいなのをやろうかなとは思います。場所は一応横浜ですね。横浜を予定してます。まあそっちの方はまた別の動画で告知しますので、今回はですね、またいつものような工具紹介なんですけど、もうね、だいぶ紹介するものがなくなってきたんで、今回のはね、あまり参考にならないと思いますんで、その覚悟してみてください。今回ご紹介するのはですね、これの、ここです。何でしょうねって、エクステンションバーというやつなんですけども、これまあ2分の1のエクステンションバー、タイヤを締める専用に使ってるトルクレンチにつけっぱなしにしてるんですが、まあ、ちょっとねリムが深いやつなんかだとこういうのつけとかないと締めるのにね困るのでつけっぱなしにしてるんですけど、今回ご紹介するこのエクステンションバー、まあ私はね変わってるんですね。工具、何の工具好きですかって言われたらね、結構変わっててエクステンションバー好きなんですよね。ちょっとね、まあ後でお話ししますけども、で今持ってるエクステンションバーがちょっとパッと出してきただけでこんだけあります。こんな感じにずらっとあります。なんでこんな種類持ってるのって言われても、うん、その都度必要だから買ってしまってたんですよね。今じゃね絶対こんだけ出してきたら思ったんですけどね、絶対いらないなっていうね。一番手前側からこれ4分の1、一番まあ細いタイプなんですけども、まあこの短いこのね、このくらいのサイズのものからその倍ですねのサイズで、同じサイズのこの頭がね首振りになってます。こっちはねストレートで、こっちが首振りになってますね。でこの首振りが時々役に立つんですよ。で次にさらにこの長いやつですね、これ結構ねこの長いの気に入って使ってますけど、これと比べると結構長いですよね。大きさがわからないね、大きさが比べるものを持ってこよう。ボールペンを持ってきました。オリックスレンタカーのボールペン、まあボールペンと同じぐらいの長さですね。これがね、これ4分の1の長いタイプですね。あ、メーカーはね、これはちょっと結構適当。これね、Mac のセットに入ってたんですよ。この3つ。これは Mac のセットに入ってて、4分の1のセットに、まあ、これ入ってたやつなんですよね。で、この首振りがいいなと思って、これだけスナップオン。まあ、その当時はね、後先考えずに、なんか、こんなものも結構買ってましたね、そういえばね。次はね、8分の3。で、これが一番気に入ってるかな。最近、結構最近買ったかな。KTC ですね。首振りのショート。これがすごいエンジンルームで役に立ちます。それでこの次が、
ボールペン置いとかないと分かんないね。ボールペン置いとこう。でこの次がね、まあ、これトヨタにいた時の、ちょっと短いタイプですね。でこれの首振りがこれなんですよ。でこの後見のこの首振りすごいよくって、これ何がいいかっていうとね、後見の首振りこれ根元まで刺すと首振らないんですよ。ちょっと四角くなってる、わかりますかね。普通の首振りはエクステンションとかのそのね、普通の首振りはね、ここの部分がね、なんていうのかな、下に四角いのがないんですよ。ここの下のね四角いやつがねないんですよ、こっちは。だからこれはいつまでもこうなんか差し込んでもグラグラなんですよ。でもこっちは奥まで一段階奥に刺すと首を振らないようになってるんで、これ結構いいですね。でこの滑り止め、この滑り止めが結構またね握りやすいというか、本当に滑らないんですよ。このタイプのやつは本当によくできてますね。ただただね、このね後見安いんですけど、この後見のメッキが最悪なんですよね。このメッキわかりますかね、このメッキがね、こうやってやるとわかるかな。すごい、これ下手するとねすごい切れるんですよ。手が怪我するんで、これこういうのがね、スナップオンとかマックだとこれないんですよね。やっぱりその辺はメッキはやっぱりスナップオンとかマックがやっぱすごいなと思うんですよ。このメッキだけどうにかしてほしいですけどね。でもこれやっぱ一番よく使ってるから、まあここまで剥がれちゃうっていうのもあるんですけど。で次にこれの倍のサイズ、これスナップオンなんですけども、これはですね会社に入る前に買ったから20何年使ってるかな、25年ぐらい使ってるのかな。これそんな使ってないな、20年ぐらいか。もう若い時に買ったんですけど、これねメッキが少し削れてるんだけれど剥がれてこないんですよね。これねスナップオンのすごいところはね、メッキが削れるんだけど剥がれてこない。パリパリね剥がれると手切れるんですよね。そうならないですね。で、ちょっとねここでねネットの力でね、皆さんにお願いしたいんですけれども、このサイズのこれと同じスナップオンのこれが、現在行方不明です。どこかで、あそこに置いてあるよとか、後でね、今後の動画で何か気がついた方がいたら、ご連絡ください。このサイズのスナップオンが迷子です、迷子のお知らせでした。はい、次8分の3の、これもトヨタにいた時のやつですね。トヨタって書いてあるんだけど、今これ要はね KTC が作ってるんですよ。だからもう全然物的には素晴らしいですね。もう全然問題ないんです。ただ、なんでしょうね、やっぱりメッキはそんなに良くはないですけども、これもまあ全然長いこともちろん使ってますんで。でこれのこのサイズね、ボールペンの倍の長さのさらに長いやつ、さらに長いやつ、これもよく使いますね。これ後見、これも後見ね。さっきの後見と比べるとメッキが違うんですよ。このねメッキがこうツヤのあるメッキ、ツヤのないメッキで、これはねメッキがね剥がれてこないですね、このタイプのやつは。でこのツヤのあるメッキの後見は剥がれてきます、パリパリと剥がれてきます。なのでまあこっちの方がいいかな。これ結局ねこのグリップ結構好きなんですよ。滑り止めがついてるタイプのね、これがボールペンでいくと1、2、3本までいかないかな、こんぐらいの長さですね。これもエンジンルームなんかでは相当使います、これは。で次にこれは8分の3で頭が2分の1、8分の3で2分の1なんだけれども、前にねトネーだったかな、これと同じのを使ってて、10年ぐらい使ってた時かな、なんかの時にねここ折れたんですよ、割れたんですよね。ちょっとねなんかねこの辺にひびが入ったんですよ、パカーンって。でまあ力かけすぎたのかもしれないんだけれど、まあそれはちょっとね1回でも壊れたら大体スナップに買い替えてます。
なので、こんなものスナップオンじゃなくていいだろうとか思うんですけど、まあたまたまその時買ったんですね。で、これがボールペンと比べないと分かんないね。これが、こっちは2分の1ですね。ここから2分の1の、まあ、ショートなんですけども、これは Mac ですね。Mac の方が、インパクト用はね、僕は Mac のをね、よく使ってますね。インパクト用は Mac の方が好きで、ソケットもそうなんですけど、インパクト用は Mac、まあ、スナップオンのね、インパクト用のやつはちょっと厚みがあったりするので、まあ、Mac の方がいいなって。で、これは、インパクト用なんで、当然、すごい力かけても全然大丈夫ですね。当たり前なんですけど。で、これは KTC ですね。こっちは KTC の、まあ、このサイズのやつなんですが、これはボールペンと同じサイズのやつか、ちょうど。で、さらに、これの長いやつなんだけれど、硬券の、まあ、これよりね、1.5倍ぐらい。ボールペンの1.5倍ぐらいかな、の長さのやつなんだけど、硬券、やっぱりね、ちょっと、インパクト用だからと思って使ってたら、このね、頭がね、ピンのタイプのやつがあるんですよ、インパクト用でも。で、インパクト用だからね、ピンの方がいいだろうって思ってるんでしょうね、メーカーはね。よくない。全然使いにくいんですよ、このピンだと。このね、球の方がやっぱり使いやすいですよね。Mac のだって、これだって全然、何の問題もなく使えてるわけなんで、構造上これでいいんで、硬券もこれにしてほしいですよね。で、これの同サイズの、これトヨタなんですけど、まあ KTC ですね。なんですけど、ここに棒を刺すことができるんで、T 連になるわけですね、これはね。エクステンションなんだけど、これ T 連にもなるよっていうものなんですよ。で、当時ね、だいぶ前なんですけど、かなり私がね、衝撃を受けて、エクステンションバーが好きになったのはね、こいつなんですよ。こいつに出会ってから、これ KTC なんですけど、このね、これ、わかりますかね、この長さ。こいつに出会って衝撃を受けて、なんだか知らないけど、こんなものに、すごいな、これはと思って。これはない時に、じゃあどうしてたかっていうと、これを結局ね、つないでたわけですよ、途中で。これを何本もつないでやってたんですよ。で、これ何使うかってね、ご存知の方多いと思うんですけど、ミッション。FR のミッションを下ろす時にこれがないと緩めるのがすごい大変なんですよね。それで、これ2分の1なんですけど、KTC のね、このタイプのやつを買ったんですよ。これね、長さどのくらいあるか。はい、ずらーっと来て1メートルのエクステンションバーですよ。これはね、まあ FR でドリフトとかやってる人はね、まあ持っといた方がいいですよね、これはね。これすごい使いますよ、すごい便利。いや、こんなのあるんだっていうのをね、まあだいぶ前に知って、いや、すごいなって。まあそういうのからね、いろいろと影響を受けたっていうのかな、おかしいけど。なんだかんだ、それで、こんだけ揃えて、探せばね、まだ、どっかにあるかもしれないけれど、ちょっと今、工具箱からね、キャディから持ってきたの、まあこんな感じなんですが、今回の、だから、工具紹介は、ちょっと、ためにならないかもしれないけれども、いろいろとね、メーカーごとにいい悪いってやっぱりあるので、その辺はね、その都度何か買う必要性があった時に、皆さんでちょっと参考になればなと思います。今回ですね、チャンネル登録4万人、次回は5万人なので、少しずつ伸びてってるんでね、チャンネル登録って、チャンネル登録数も伸びてるんですけど、減少率も伸びてるんですよ。まあ、これからちょっと業務内容が変わっていくので、現場のものっていうのはなかなかね、頻繁には出ないというか、まあ、減ると思いますけれども、なんかその都度気がついたものでね、ためになるものもあれば、ちょっとした短いものでも作っていこうかとは思います。で、次にですね、まあ、5万人っていうのはちょっと
節目になるので、工具紹介も、ちゃんとしたものをもうちょっとやっていきたいと思います。はい、いろんな形でね、今後ともまだまだ頑張っていきます。で、毎週金曜日、生放送というかライブやってますので、夜8時からですね、できるときはなるべく事前にツイッターかフェイスブックの方で告知してからやるようにしますので、よかったらそっちの方も、見てください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。